札幌市立前、田中学校は、北海道札幌市手稲区前田にある、札幌市の公立中学校。1982年3月26日、札幌市立手稲中学校、札幌市立東陵中学校を母体校に開校を迎えた。1986年3月25日、校区の一部変更により、札幌市立稲積中学校へ一部生徒の移籍。 文化、スポーツ関連の部活動が非常に盛んで、各種大会で多くの入賞実績がある。前田地区は JR 函館本線の北から新川にかけて広がる広大な平野地帯で、東はハッサム、西は山口、西沖地区と隣接している。地域一帯は大部分がデータン層の上、手犬山を源とする中小河川の末端が、 集中した低湿地帯であったため、全くの農耕不適地であった。そこで、データン地を改良して、牧草地作りを行い、乳牛の育成を中心とした落農による開拓の進行を図った。明治27年、旧加賀藩主、前田利成によって創設された、前田農場に続いて、明治末期から大正に掛局長農場、高農場、稲積農場などが、 相次いで開設され、手稲山を背景とした豊かな落農地帯となった。これらの農場は昭和30年代までは牧草地、畑地として発展していたが、ハッサム近道団地が昭和35年に建設されて、以来、次々と民間の団地造成が行われ、一大住宅地となり、手稲東部の西野や平和地区と共に、手稲北西部の人口急増地帯となった。 前田の地名は、農場創設者の中から取ったものである。進化は、手稲前田千番会、手稲前田、手稲山口、手稲稲穂の次回、樽川通り、手稲駅北通り、伊藤、西区、北区の境界、手稲前田、ハッサムの次回、ガル川、手稲前田千番会伊勢、札幌市、小樽市、石狩市の境界伊南、JR 函館本線伊北。ありがとうございます。